リバポ対談説のサラーさん、プレミア7年間の成績がこちら W。サラー放出ってハーランド放出と同じか、それ以上の意味を持つことだと思う。そのシーズン確かプレミア優勝した年やから、逆に考えるとチームが好調じゃなくても、毎年必ず結果出してるってことやからねこれ一番最低で 36G、A なのもう完全にバグ賞。改めてモハメド、 サラー、WG の G、A 今季抜きのリバプールに来てからの7年間の平均年間 G、A は42.57である。サラーさんには単年契約でもせめてオファーするくらいはしてほしいな。サラーさんちゃんと大活躍した試合の後を毎回選んで契約延長のこぼれ話するの、作詞ですなえ。サラに契約延長オファーを出さないリバプールは何を考えてるの サラーに契約延長オファーしろよ。クラブのレジェンドがきっちり結果を残してまで残留したがってんねんぞ。なおサラーは今季17試合10ゴール10アシスト。こんなに数字残せる右ウィングなんて世界見てもおらんて。坂でも無理。本人も望んでるのにここまで交渉続くのはやっぱりお金の問題なんかね。 まあトレントとダイクが契約延長優先にしょうがないようなちょっとだけ待っててよサラー。サラー延長してほしいけど、このパフォーマンスがいつまでやれるのかがわからないのに、高額の3年契約は飲みづらいよね。